大体まあその首相補佐官とか、その副長官みたいな人が事前の仕切りをするんですね。でご承知のように大変民主党政権は若い人たちがそういう役になってますから、まあその非常に優秀な人たちだとは思いますけれども、まあ、やっぱりそので視野はもちろんそれなりに広さもあるんだけど、まだなんかこう、十分なこう奥行きというかためというかっていう感じがどうかなっていうのは正直なところありました、ですから非常にまあ皆さん独特の雰囲気なのかな、イラカンって言葉があるけども、まあ、とにかくよく怒るんだよね。私も6、7回どづかれましたけども、あれから比べると吉田君のどづきなんてのは可愛いもんだなってな思いますけど、まあそのじゃあどんな判断の仕方するかっていうと、この間昨日も、退避避難の区域を決めた時に、最初は菅さんとか言われてどうすりゃいいんだどうすんだってこう言うわけですね。でこう私と斑目さんとで説明するとどういう根拠なんだ、それでその何かあっても大丈夫だって言えるのかって、まあ、散々ギャーギャー言うわけです。でまあ、多少揺れるたりするんですけども、結局のところ何もやらないよりはいいかってんで、3キロの範囲になったと。で2分はお構いなしということになって、で今朝になったらそれが夜になったら10キロになり、今日は20キロということですけども、まあそれやっぱり考える軸が違うというかスタンスが違うので、やはりそのまあそれなりに合理的にものを考えるとこうでしょっていうことに対して、それが持っている不確実さや危うさみたいなことをすごくその意識して、もしそれで違ってたらどうするんだというようなことで、いい判か二判ついちゃうと、こういう感じで大体物事が決まるなというふうな状況ですね。それからそのですから割合今回まあ皆さんも非常にその熱心に対応して、その今日 の海水を入れましょうとか、昨日の弁当をしましょうとか、避難区域を決めましょうということで、その方針についてあんまりその私が官邸にいて官邸の状況などを踏まえながら、それから私なりに得てる状況の中で、まあ、だるめさんなんかと調整しながら言ってることと、あまりこの本部や幹部の皆さんとの認識や方向がずれなくて済んだなというふうに思ってるのは、多分皆さんの方が非常によく考えてそういった取り組みをかなり、懐深くやっていただいているせいだろうなというふうに思います。まあ、そういう点では、今回もまあ大変最後に、海水を入れるという思い切った判断で、一方逆にその水素ガス爆発というのを、まあ、結果的には起きたということと、この2つというのが大変今回の件では大きい重たいことだなというふうに思います。まあ、ここら辺のことについてまたいずれ、もう少し時間が経って当座の対応みたいなところからもうちょっと中長期的にものを考えるといった時には、ぜひ改めてよく議論をしていただいて、今後のありようみたいなことについて皆さんでよく考えた防災なり日頃のリスク管理なりエンジニアリングなりに生かしていっていただければなというふうに思います。まあ、そんなことで今回は図らずもいろんな政府でも日頃と違う官邸の役人さんやいろんな政治家と
いろいろと お付き合いをさせてもらいましたけれども、まあ、やっぱりあの事業者としてのものの考えみたいなことをどれほどまでに相手から見て、まあ、理解しやすいというかな、受け入れやすい、あるいは説得される、説得できるようなものを持つかというところというのはなかなか、それぞれ一筋縄ではいかないんだけれども、まあ今回、大きなその官邸という非常に閉ざされたところで、あまり情報が十分伝わらない中で考えることと、こちらで皆さんが考えていることにあんまりその大きな大きな違和感を私は感じないで済んだということについては、改めて、大変助かったなというふうに思いますし、まあ、皆さんの方のいろいろと受け入れていただいたことに感謝したいと思いますが、同時に極めて隔離されてほとんど情報が入らない、今日もあの3時半に爆発があったというのは5時半に、菅さん あの執務室のテレビ見てギャッてびっくりしちゃったんだけども、まあ、ちょっとここら辺はもう少し今後のことを考えると、前連携の仕方をしないとちょっとかっこ悪いなというのがあります。まあ、これはまた個別にもまたお願いをしていこうかと思いますが、やはり、その地震対応っていうことを考えてると、ああいうことがそのどれほど全体として問題意識の中に浮かび上がった形で理解されて、情報共有なり対応なりができるかというのは、ちょっとまた、もう一つ今回、改めて意識したことからだったなというふうに思いました。ということで、大変な冗長ですけれども、私の今回の印象ですが、大変皆さんにとっても、また大きな大きな地震で、会社にとっては大変大きな重荷を抱えて、これからまた取り組んでいかなきゃいけないわけですけれども、その2の重さに負けないで、どうあるべきかということをいつも考えながらやっていっていただければというふうに思いますので、引き続き皆さんのご活躍を期待しています。ありがとうございました。まあ、ちょっと、官邸との連絡は反省するところもあったし、それからさっき保安委員長から情報があまり来ないっていうコメントもあったんで、ちょっと情報のあり方は明日少し改善しましょうか。まあ、いろいろ問題提起していいですか。問題提起、はい、はい、吉田上長どうぞ。ちょっと今我々プラントの方に力いってるし、まあ、そのもちろんニサだ官邸というところにあるんですけども、今避難している人たちの中からやっぱりものすごく不満があって、その東京電力が説明にしに来ないというかですね、いつまでこんな生活が続くんだと、こういうようなご不満がただ出ているようで、なかなかそれにですね、まあ、ちょっとその答えきれてないなと。今後のことを考えると、多分ものすごい我々今回のことで鼻つまみものになっちゃうわけですけども、このタイミングでやっぱりその手を打っとかないとですね、ますますという感じがしてて、ちょっとただそこにあまり人が避けないというところが今非常に、今日も困ったなと思ってるんで、ちょっとそういうところがあるという、はい、それはちょっ と考えてはいるんですが、まあ、ちょっと立地地域部の方と、それからサイトの候補の方とちょっと相談させてもらって対応を決めたいと思うんですけど、ただサイトの候補どっちかというと、今もう県と町と役所対応というか、まあ、そのプレス分対応でも目いっぱいになってて、なかなかそこもその地域住民のところに行けるのちょっと余裕がないというのが実態なもんですから、まあ、行くのは本店で行くにしても、どこ行っていいか分かんないから、やっぱりそれは現場に聞かないとと思うんだけどね。もちろんそれぐらいのことはやりますけども、とてもじゃないけど今のこのメンバーでなかなかできないというところだけ、じゃあちょっと立地地域と相談しますよ。今のことに関連してその、昨日から渡辺さんと暇な時に喋ってたんですが、今回地震津波というか東電の発電所のことで、大変多くの人にその不自由な避難生活を強いるということにもなったわけなんで、
我々としてその今後の先ほどいろいろ議論があった取り組みあるいはシナリオいろんなことの中にそのこうしたその不自由な避難生活をしている人たちの立場というか避難生活というのはどういうふうにしたら早くその終わらせることができるかとどういう条件を作っていくことが必要かというようなことも視野に入れておいてそしてその条件づくりあるいは環境づくりをなるたけ迅速に進めていくということも必要じゃないかなというふうに思いました。まあ、ちょっと、まあ、いろんな ランダムな意見があって、まあ、ちょっと、うまくまとめにくいところはありますけど、分担の話についてはちょっと私最初に言ったような形で、まあ、エンジニアリングというか安全も含めてそういうチームを、まあ、普及班が、まあ、中核かなと思うんですけどちょっとそこをもう少し細分化して担当決めるというのと明日対外対応の方の分担を決め明日というか分担を決めると、まあ、ホワインとそれから官邸とそれからメディア対応これあ、まあ、その3人ぐらいの頭アレッチャルモーターがですね、うん、モーター C のモーターが、まあ、とりあえずちょっとそのキーマンを決めてあと今日残る人を決めてっていうことかなと思いますの です。そんなところでいいですかね。どうも遅くまでお疲れ様でした。もうみんな疲れてると思うんで、でこちらは残る人のリスト名前書いてくれた。そしたらばそれを 1F と 2F のサイトに送って、こういう体制で残ってますということで、後の人はなるべく明日からに備えて、早く帰ろうということで、 1F、2F フサイトセンターよろしいですか。はい、結構。どうもお疲れ様でした。じゃあ体制表だけ誰か、まとめて、あれ 1F と 2F もちょうだいね、そういうのこの人に電話ちょうだいみたいな、いいですか。 またそれ今から作るのもしんどいんだけど。いやいや、そんなたくさん作る人全然ないよ。吉田町長なら吉田町長名前一ついいんだけど、ここに電話ちょうだいみたいな。まあ、じゃあ何か作りましょう。はい、こっちはリスト渡しますから。はい、じゃあ小梅さん解散でいいですか。解散。はい、じゃあどうもお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。班長さんもう少しお付き合いください。今晩誰が残るかしらとかそれちょっと相談しましょう。で、残らざるを得ない班もあったりうんぬんくんぬん中だもんで、班長さんはみんなこの真ん中に座りませんか。いなくなっちゃったりしないです。あ、いらっしゃった。ですね、 1F は 1F は 2F もそうかもしれない。避難区域が20キロだからみんなもうどっちみち帰れないんですよ。で、まあ、寝てるか起きてるかだけの話なんで、まあね、比較的起きてそうなやつの名前だけ出しておきますが、何かあって必要があれば起こして使えばいいと、そんな状況なんですけどね、実際的には。